は誰か神の言葉の成就と神の言葉の主は働きを進められまた不可能と思える働きの扉というのを大きく開かれていく年はあります。それ最後まで主の言葉に信頼しさらに主の言葉に一歩一歩従っていきなさいと主はあります。私が語る言葉一つ一つにどんな小さなことであっても忠実に従い続けていきなさいと主はあります。私はその中で私の栄光を表していこうと主はあります。それではさらに賛美を捧げていきたいと思います。どんなことも感謝します。それではここで献金の時を持ってまいりましょう。神の国と神の義を賛美しつつ主にお捧げしてまいりましょう。のお祈りを主の十字架クリスチャンセンター FRH 教会のダニエル大島牧師にお願いいたします。ハレルヤ、感謝いたします。我の天のお父様、今晩も変わらない我の中に関東の三大会をこのように祝福してください。ありがとうございます。あなた様ご自身がお一人一人選び、また全世界へと使わせてくださることを覚えてありがとうございます。今晩もまた献金の時をも備えてくださりありがとうございます。これを聖別しご自身のご栄光のために用いてくださることをありがとうございます。感謝してイエス様のお名前によってお捧げいたします。アーメン。
ではここで東京安定教会のペテロ久保田牧師にハリウッドチームのお証しをしていただきます。よろしくお願いいたします。やるとか産後ゴッドとか、あるいは、神は死んだのかガツナッテッとか、まあそれ以外もレフトビハインドとか、いろんな形で、クリスチャンの映画、聖書を土台とした映画がどんどん出てきたっていう動きがあるんですね。それとともに、今回はですね、1月にアンドレ・クラウシさん、まあ、牧師さんでもあるんですけども、が天に帰られたので、まあ、その追悼っていう意味合いもありました。ですので今回の映画祭の方では、ゴスペルシンガーがたくさんこう揃ったんですね。それで一つ、まあ、非常に驚いたのは、まあかねてから祈ってはいたんですけれども、まさかと思ったら、スティービー・ワンダーがですね、会場に来てですね、実際に目の前で演奏するってことが起きたんですね。スティービー・ワンダーさんは、クリスチャンなんですけれども、まあ、そういうことが起きて、まあ、今までと違ったそういう段階に入ってきたのかなと思っています。でそれであとその、なぜじゃあ、今ハリウッドに行ってるのかっていうと、私たちに神様がビジョンを与えてくださって、ハリウッドから26世紀の映画を、こうアニメーションで出すと語られてるんですね。その関係づくりっていう関わりっていう形で、踏み込んでいってるんですけども、今回は今までと違ったことを行いました。でそれは何かっていうと、26世人 の、その動画というかプロモーションビデオを作ったんですね。でそれで長崎に26世人の記念館ってあるんですけども、その館長さんにお会いして、で館長さんの説明している、映像をですね、でそれを実際に撮らせていただいて、で編集したものを見ていただいて確認をいただいた上で、これでいいっていうものを作って、で現地は英語ですので、英語にこう直したものを持っていったんですね。で最初そのこれを持っていって一体何なのかなっていうような思いもしてたんですけども、実際現地に行ったら10回以上プロモーションっていうか、その26世人のストーリーを伝える機会が持たれました。でそれでどうだったのかっていうと、思ってる以上にこう伝わって、あこんな話は聞いたことがなかったとか、まあ、この話は好きだとかビューティフルだとか、こういろんな反応が出てきてるんですね。で確かにこう今映像ってことが言ってるんですけども、神様確かに映像を使うか使わないかっていうことの違いをなんか今回見させていただいたなっていうのを感じています。で
もっと正確に言うとですね、あ、今までなぜこれをしなかったのかっていうことをですね、深く主の前に悔い改めることになりました。で、これからハリウッドから26ステージのアニメを出していくんですけれども、もっといろんな映像でこれを紹介し、もちろん私たちのオリジナルな脚本をこう神様与えてくださるわけですけど、なんですけれども、それとともにいろんな人にね、見ていただいて知っていただいて、その内容をもう伝えていくっていうことですね、またその反応をさらに別の人に伝えていくっていうことをしていきたいなと思いました。で、日曜日は最初は韓国系の東亜摩教会という方 の午前中の礼拝に出て、昼は、私たちのロサンゼルス教会、そして夜は、そのブラザースティーブさんのところの、ウェストエンジェルズという教会に、の礼拝に出ました。で、それでですね、今までと映像の準備ができたということなんですね。3分後、すみません、じゃあ3分間ですね、はい、ですね、そのブラザースティーブさんの教会というのは3万人の教会なんです。で、その教会の牧師さんはチャールズ・ブレイクっていう牧師さんなんですけれども、で、その、礼拝が終わった後に、駐車場に、こう車を取りに行ったときですね、今までなかったんですけれども、ある男性の人がつかつかと私のところに近づいてきて、そしてですね、映画のためのお金はあるとか言うんですね。それでですね、フィルムマネーとか言ってですね、そういう話は今まで聞いたことがなかったので、ちょっと非常に危ないのかなとか思ったりしたんですけども、その方はなんかその教会の執事をされてる方なんですね。だから信頼できるのかな、どうなのかな、でも全てのお金は神様の方にあるわけですから、その方が出すか分かりませんけれども、でも今までなかったこう進展っていう形でね、そういうことがもう進んできているなと思っています。で、それで今回ですね、アンブロークンっていう映画をですね、現地で見ました。で、それでこの映画って、ね、日本では、日本兵が、この米軍の捕虜を残酷に扱ったってことで風切られないかもしれないって話も出てるんですけども、実際に現地で見たらすごく許して敵を許して、そして愛するっていう内容で、ものすごくいい内容だったんですね。で、映画祭でそのアンブロー君のプロデューサーの方とお会いしました。で、話を聞いてみたんですね。一体どのくらい時間かかりましたかって聞いてみたら、17年間かかったって言ったんですね。で、最近アンジェリー・ジョリーナさんが監督になって、そしてユニバーサルがスタジオとしてなったんですけど、それまでに17年間かかった。で、17年間かかってやっとできたってことを言ってたんですね。で、それを聞いたときに、確かに、ハリウッドが26世紀アニメっていうことが語られてだいぶ経ってるんですけども、でも主が語られてることだから、もう時が来たときにですね、一気にですね、神様がこう技を成してくださるっていうことをですね、今回も改めて思いました。で、映画の金ならあるって言ったのは、それはその人が言ったんじゃない、神様がね、言われてんではないかなと私はそのように判断しました。映像の方は大丈夫なんですかね。そうなんですね、はい。OK ですか、はい。じゃあ一言お願いします。愛聖様、どうぞ映像を通しても主がこうなそうとされていることはなしてください。イエス様の名前によって祈ります、アメン。じゃあ映像を見ていただきているということなので、すみません、お願いいたします。ありがとうございます。
Sacrifice your life for your belief. That's what true passion is about. Peter showed me the 26 martyrs, a wonderful, wonderful presentation, and they're making a movie about it right here in Hollywood, California. I'm excited about it.
I can't wait to see it. I hope Peter invites you to the premiere. It's going to be big and wonderful. When you sacrifice your life for God, the Lord Jesus Christ, then God will do wonderful things for you in your life. I'm Brother Steve here in Hollywood, California. すいません、映像を見ていただけて本当に感謝します。皆様のお祈りを本当に感謝します。それではセミナーの時をお持ちしたいと思います。最初に聖書をお開きください。第一テサロニケ人への手紙5章、19節からお読みします。御霊を消してはなりません。預言をないがしろにしてはいけません。すべてのことを見分けて本当に良いものを固く守りなさい。お祈りします。愛する天の様、このカリスマセミナーの時はありがとうございます。どうぞ生ける神ご自身が今日も豊かに望み語ってください。今日もあなたに期待します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。皆さんこんばんは。カリスマセミナーの時ですけれど、このカリスマの働きというのは、神様がですね、特別に今の時代に大きくこの用いようとされているということをぜひ覚えておいていただきたいと思います。で、特にこの聖書を通してですね、ヨエルの預言というのが使徒の働きの2章に書かれています。そしてその中で、この賜物の働き、最初にですね、ペンテコステの時に非常に大きなこの御業が表されたわけですね。初めの雨と呼ばれてますけれど、そして、後の雨がこれから降ろうとしているということをぜひ覚えておいていただきたいと思います。そしてその予言の中には、主の大いなる輝かしい日が来る前にって書いてあります。それは何を意味するかっていうと、再臨、イエス・キリストの再臨が来る前に、そして、その時に再び、神様がですね、強い聖霊の注ぎかけを与えてくださって、御業を表してくださるということですね。で、今日はですね、その予言の重要性というのは、その賜物の中でですね、予言というのがありますけれど、予言が非常に重要なものであるということをぜひ捉えておいていただきたいと思います。で、今私たちはこの御声に聞き従うという本を用いて、2章ですね、これを用いて学んでるんですけれど、今日の箇所はですね、6章の予言を通しての語りかけというところから学んでいます。で、先ほど言いましたように、このお会いの時に、この賜物の働きというのはですね、非常に大きく用いられるようになります。で、この9つの賜物の中に予言というものがあるわけですね。で、予言というのはこの神様の計画、示し、それらを語る大きな武器として神様が用いようとされているということをぜひ覚えてください。そしてこの予言はですね、神様が私たちに計画を持っておられ、そしてその計画を私たちに伝えるためにこのいろいろ語ってくださるわけです。その一つの重要なポイントとして予言を神様が用いようとしているということをですね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。なぜなら、この私たちが本当にその神様の計画のうちを歩みたいかどうか、そしてその計画のうちを歩んで、そしてまたその中で神様がなそうとしておられることをちゃんと聞いていけるかどうかということに大きく関わってくるんですね。そして私たちが本当にその神様に従っていきたいという願いを持って聞いていくんであれば、必ず神様はその必要なことを語ってくださるんです。しかしその中でこの予言というのが一つの重要なこれからの語りかけのポイントにあるということをぜひ覚えておいていただきたいと思います。そして神様はですね、その予言を通して
これからの終わりの時代にですね、必要なことを語ってくださり、そして神様の御心を私たちがなせるように、このさまざまな細かいことまで語ってくださって、そしてそのこれからの主の大いなる御業を表そうとしておられるということをぜひ捉えてですね、共に歩んでいきたいと思います。それではお祈りしたいと思います。愛する天皇様、このセミナーの時をありがとうございます。感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。